日本やアメリカ、中国など21の国と地域が参加する APEC ・アジア太平洋経済協力会議の首脳会議が15日開幕しました17日までの日程で行われる APEC 首脳会議には 議長を務めるアメリカのバイデン大統領や岸田総理、中国の習近平国家主席らが出席します会議では、域内の連携を深めるサプライチェーンの強化のほかウクライナ危機で重要性が高まったエネルギー安全保障や食料問題などについて討議する予定です